ちいい。姉ちゃん、あー、いったね、姉ちゃん、大丈夫？まぶしい。まさか新宿だ。これ、有名なドーナツ屋さん、なんかものすごい並んだ時期があったんだよね。はい、ここ東急ハンズと高島屋とユニクロの看板があるね。ここに今から行きましょう。めいちゃん、東急ハンズ、夢見た東急ハンズ行って文房具を思いっきり見ましょう。あ、おー、はい、行ってらっしゃい。さあ、到着、東急ハンズ。見てこれ、ツル、ゴールドツル、これの大きいよ。すごい、面白いね。はい、8階です。8階に文房具ありましたよ。はい、8階。マスキングテープコーナーすー。あ、これ買おうこれ買おうってんだ。あ、面白い。1枚ずつ剥がすお花のマスキングテープ。何円？あとなんか400円だ。猫ちゃんとかクマちゃんとかこういうテープもあるよ。1枚ずつ剥がすやつシリーズ結構あるね。400円します。決定ですか？もう400円。シールもなんかこんな決めちゃったしね。みーちゃんの好きなペンコーナー。ペンは好きだよね。白ワインだな、みーちゃん。はい、これうちの白ワインとはちょっと違うね。キラキラになってる。本物電気だよ、みーちゃん。確認してる。すごい格好で確認してる。まるで虫のような格好だ。ルミネ。はい、ルミネの下歩いてきた。一回ただけ。2枚ももらっちゃったけど。みーちゃん、どの機械でやる？さあ、あ、結構すくうのうまいじゃん。さあ、落とすタイミング頑張ってね。どうかな、落ちるかな。ダメですか。はい、残念、終わりです。ありがとうございました。やりながらね。うわー、すごいです。新宿ど真ん中ですよ。さあ、これが一番ダメ。伊勢丹の向かいですよ。うわ、すごいな、この車の量。もちろん着いたよ。着いた着いた。おう、セールセール、いっぱいセールです。さあ、端から見ていってごらん。うわ、かわいいな。うわ、すごい吹き抜けになってる。おう、お姉ちゃんっぽいじゃん。うん、え、かわいい、いい感じ。ここになんかヘアバンドとかもいっぱいあるよ。どう？いいね。あ、かわいいね。あ、かわいいじゃん、これ。ルンルンルンだね。楽しいお買い物だったね。姉ちゃん、びっくり。だって見たことないキットカットばっかりだよ。おい、これも見たことない。これも見たことない。ジャブリズ。これ何？リンゴ？ガチャ？これなんだ？みーちゃん、ビルの向こうにゴジラがいた。見た？あそこにゴジラ。いや、すごいな、リアルだな。セブンイレブン、みーちゃん、こんなちっちゃいよ。生まれて初めて見たね、こんなちっちゃいセブン。市長一番通り、わーい。すごい、みーちゃん、ここ歌舞伎町、歌舞伎町。反対側。おー、なんかテレビのポイントあるよ、ほら。すごいです。はい、西武新宿駅のペペンの動きもありだよ。じゃあねー、バイバーイ。みちゃん、おはよう。元気だけな。西武。サンシャイン通り。なんだろうね、キティちゃんの。あのキティちゃんが気になる。もうサンシャイン60は見えているけど、まだまだつかない。右側にあるあのキティちゃんは何屋さんだか気になる。
サンリオショップでした。でっかいキティちゃんが、あれれれ、でも都内最大ユニクロって書いてあるよ。姉ちゃんすごいよこれ。はい、サンシャインシティ入り口までやっと来れました。姉ちゃん中央ステーキー、素敵ー、噴水と音楽が素敵ー。わそこ面白いの見つけてきたね。かわいい、あったかいでしょ。それかぶっちゃって。今度飛行機バージョンで下からスチームが出る。マジか、めいちゃん横から見て、わー、かっこいい。サンリオ、またサンリオだよ。とりあえず一通り見たいんだね。うわ、めいちゃんゴデ玉割れちゃった。とろりディズニーショップ、わお。めいちゃんの好きなつむつむちゃんの2017年バージョンだよ。やー、あ、お尻尾が取れた。めいちゃん可愛いのいるよ。あ、可愛い。もう入っちゃった。どんぐり共和国ってトトロちゃんのグッズばっかりのお店発見。めいちゃん何してんの。めいちゃんこんなところで、ルンルルン、あ、めいちゃん間違えた、こっちだ、間違えた、これめいちゃん、めいちゃん、あれ、あ、めいちゃんが2人だねえ、なんでこんなにお茶目なのよ。うちのすずちゃんどれだ。違う、私たち違う違う違う、こっちが、こっちが本当のスヌーピーで、こっちがバムとケロって書いてある。いやー、よく似てるね。はい、うちのスヌちゃんです。スヌちゃんです。ママの動物ドーナツ、これ全部ドーナツだよ、めいちゃん。ねー、すっごい可愛いね。食べらんの、本物、見て見て、ダコダコダコ、可愛いのがあるよ。あー、ピカチュウ、可愛い。ピカチュウ、お正月バージョン。ましたよ。乗っかってますよ、岩に。サブイ。そうやって食べてもいい。どうやって食べてもいいよ。そんなちょっといいのか。パンが美味しいんだよ。ナイトペア、残念ながらナイトじゃないな。さあ、展望台乗るんだよ。行った。頭無料でめいちゃん入れた。めいちゃん、もうすぐでしょ、もうすぐでしょ。ここ行きますよ。エレベーター乗ったらすごい60回ありえない数字で、うん、ちゃんとあの係員の人がやってくれるから。うわ、素敵。こんなのやるようになったんだ。あら、素敵。すごい、あ、めいちゃん上見て、流れ星、流れ星、ちょっとでも楽しめる。60回、うわー、すごい、50、50、50、やばい、やばい、飛び出ちゃうよ。59、60、60だよ。はい、めいちゃん到着でーす。うわー、なんか、うわー、回転してる。到着。なんかまるでアトラクションが始まるような。あ、向こうにピカチュウ。あー、景色やめて。さあ、何か体験始まるよ。うわー、なんか本当になんかいるみたい。あー、気持ちいい。めっちゃだ。あれ新宿じゃん。え、こっちが新宿か。新宿だよ。新宿で、その
富士山、でも見えないよ、ここの、あの遠くに見えるのがスカイツリーだ、めいちゃんね、見えた、うん、見えた、めいちゃん、ついに貸し切りになっちゃったよ、貸し切り、貸し切り、さあ、今度はどこに飛んでいくのかな、おー、キャチャリー鏡の前に立ってみよう、ワンダミラー、おに、あ、なった、お兄さん出来上がり、すごい、お化けさん、チビちゃんもできる、座ると人目に何か起こるってよ、人目に星が入った、いや怖い、不思議、姉ちゃんが消えた、いやお化けだよ、怖いこれ、わ何この鏡の世界、うわ綺麗、うわなんか引き込まれる、引き込まれるよこれ、うわ綺麗だね、怖いだ、うわすごい、いやこのままなんかあ落ちるって感じじゃない、あブランコで旅してるっていう設定なんだ、あ落ちる落ちる落ちる、うわこっちはなんか企画やってるね、めいちゃんやってみるの、あ行くんだ、チャレンジするんだ、めいちゃん準備 OK じゃん、かわいいピカチュウ、お、かっこいいの作れる、ジェットリングです、やったー、ポーズ、いかじゃポーズ、頑張って、ポーズ決めて、すごい炎が出てるよ、さあ、フラッシュとアベクトを体に戻りました、やはり全力の技を、全力の技、すっごい次のものを見ますよ、回る、姉ちゃん食べてるの、あらまー、いただきます、召し上がれ、ずいぶんリアルだな、上手に食べるね、わー美味しそうね、いただきます、すごい、こんなにメニューも、うなぎ屋さんもあるね、あなんかすごい不思議なもの、トイレ入ってみましょう、よ何が待ってるかな、うわ鏡、なんか見て、洗面になんか出てきた、うわ割れた割れた、うわ割れちゃったよ、割れちゃったあ、ほら、あ流れ出ちゃった、すごい、子供を選んで、さあ数字の通りに行けるかどうか、どうだゴールできるか、できたー、やったー、うん、やっぱりゴディバだね、めいちゃん、いろいろあるけどここにメニューがあるよ、どれにする、チャレンジャーだな、全員が入ったよ、やっぱりゴディバだね、おいしい、抹茶でおいしいよ、わあ、何これ、フクロウさんかわいい、池袋だからフクロウ、わあ、綺麗なイルミネーション、今日も一日池袋楽しかったね、じゃあそろそろ帰りましょうか、はい、おはよう、さあ3日目、今日最後だよ、はい、有名な渋谷駅のスクランブル交差点です、あそこに有名な
中堅八甲の道場上がります。あんちゃんバス、うえーかわいい八甲バス見ちゃう。いつもテレビに映ってるところ、どっちに渡ろうか、どう迷っちゃう。今日は元旦だから人が少ない。一丸9渡っちゃった、やった。ここのテレビカメラのがいつもニュースに映ってんだ。めいちゃんこういう感じでいつも映ってんだ。光へ、次は光へに行ってみたいと思います。光へ、はい、めいちゃん光へに来たけど今日は元旦だからやっていません。建物だけをズズズズズーンと見て行きましょう。光へ横のエスカレーターで渋谷駅に入れます。素敵です。なんかこう癒しの音楽とともに、なんか多分銀座線だと思うんだけど、素敵な道だね。じゃあこれで光へと駅が通じるようになっています。原宿駅、はい、歩行者天国、生まれて初めての道路じゃない？歩行者天国だから道路のど真ん中歩けます。やったみーちゃん、ど真ん中、ど真ん中、見て人こんなにいっぱい、見てごらん、イエーイパパ抱っこで見ている。それ320円、安いよ。なんかポワポワさんの可愛いのがあるね。はい、324円の可愛いストラップに決めました。待ったよ。だんだんめいちゃんハマってきましたよ。さあめいちゃんハマってます、ハマってます。え、それだったら買いたい。決まった、イヤリング、ネックレス、面白い宇宙のイヤリング、右左が違う、くじ引きで 8% オフが当たった。はい、お会計いってらっしゃい。かわいいお店で見てきてごらん、くまちゃんがぶら下がってるよ。うさぎさんのリュックだったわ、かわいいね。それ背負って歩く。キャンショップ、はい、3階だって、はい、上がってきましょう。はい、早速一つ決まりました。ほっぺちゃんのストラップ、かわいい。おー、衣装屋さん、いやーキャンディーさん、動物、え、動物がいるの？本当の本当のフクロウとか。おー、すごい。はい。アイカツがあった。アイカツだ。はい、じゃあアイカツ履いてみよう。ゲームはもうね。はい、アイカツスタイル来ましたよ。アイカツスタジオ。あ、こんなが、あ、サインみたいな。ダメだよ。買えないじゃねえか。これと同じ、衣装は。ここに売ってます。姉ちゃんが食べたいクレープ屋さん決まりました。ここで食べたいんだそうですよ。いや、どれにしようかな。今これ姉ちゃんだいぶ並ぶけど頑張りましょうか。いいよ。どうする、迷っちゃうね。もうどれにするってぐらい迷ってる、迷ってる。どれで、いや、もっとこっちにもいっぱいさ、ケーキが挟まってるとかいろいろあるけど、いいですか。本当にこんなにメニューの数あるんですけど。97番ミスターマリオ、みーちゃん食べてみましょう。おいしそう。アイスから食べよっと、溶けちゃうしね。いただきます。どう、クレープも一緒に甘む、クレープも甘むってしてごらん。カレって言った、カレって言ったね。それぐらい、あ、みんな来るよ。素敵な綿菓子さんが、すごい、すごい匂いがすごいね。ここまで匂ってくるね。うわー、みんな道路の真ん中歩いて帰ろう、楽しかったね。じゃーん。